どうも、ともやんテニスチャンネルのともやんです。 MJ です。はい、今日は僕がやらせてもらいます。そうですね。はい、まあ春なんで、新しくテニスを、始める、まあ、高校生だったり、まあ、社会人の方でも全然、新しくこうテニス始めるっていう方いると思うんで、はい、その方に向けて、まあちょっと初心者向けの、僕はバックハンド、両手バックハンドなんで、両手バックハンドをちょっと、解説できたらなって思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、両手バックハンド、両手で右利きの方が左側のボールを打つショットになります。バックハンドは両手だけじゃなくて片手もあるんですが、僕は両手なんで両手のちょっと打ち方を説明させていただきたいと思います。まずは握り方なんですが、右手でラケットをこういう風にちょっと挟んでもらって、そのままスーッと下まで下ろしてきてください。包丁握り、包丁とかトンカチみたいな握り方をしてもらって、これコンチネンタルグリップって言います。この握り方に左手をそのまま横から合わせて、こういう形で握ってもらったらいいかなって思います。もう一回いきますね。挟んで、下ろして、包丁握り、トンカチの握り、ここから左手を合わせて、この握り方でお願いします。続いて、まあ、ボールの打ち方になってくるんですけど、まずは単純にボールに対して横向きを作ってもらって、ラケットの引き方なんですけど、ラケットの先に紐がくっついてると思って、それを後ろからグッと引っ張られてるような感じ、グーッと紐が引っ張られて、後ろにラケットの先が後ろにグーッと、持っていくような引き方でお願いします。ここから横向き、グーッと後ろに引っ張られてるような感じ、まあ、これをできれば一連の動作で横向き作りながらセットするっていうのをちょっと意識してもらいたいんですけど、でここからボールを打っていくんですが、当たるところですね、引きました、当たるところは自分の前の足の延長で OK です。前の足の延長、ラケットがまっすぐなるところ、ラケットがまっすぐなるのも横向きを作った状態、ラケットが横向きの状態で当たるのがいいんで、こうとか下向きすぎてるとかは良くないんで、一番これが安定するんで、この状態をバシッとまっすぐ作れる形で捉えれるようにしてください。これがインパクト面、打点になります。打点からここに紐が後ろからグッと引っ張られて、グッと引いてる状態、テイクバック、インパクト。で、ここからラケットをスイングするんですけど、ラケットをスイングするときは前にグーッと大きくスイングするんですが、意識としてはラケットの上のこのフレームの部分、この部分が背中につくまでスイングしてください。ですか。当たってから上のフレームの部分がぐーっと背中につくまでスイングしてみてください。もう一回いきますね。後ろに、ラケットの先に紐が引っ付けられてて、それをぐーっと後ろに引っ張られます。そこから体を少し回しながら自分の前の足の延長で捉えます。インパクトで、ここからラケットの上のフレームの部分が背中につくまでスイングっていうのをちょっと意識してみてください。はい、次は今、まあ、上半身の動きですね。ラケット引いてインパクトして、スイングしていくっていうのを言ったんですが、次は足の動きですね。足の動き大事になってくるのは、やっぱスタンスが狭い、スタンスって足の幅ですね。足の幅が狭かったり姿勢が悪かったりするとバランスが崩れてしまうんで、前に倒れ込みすぎても姿勢がこうぐにゃって曲がってしまっても良くないんで、体にこうぐさーっと串かなんか刺されてるような感じ、軸を1本通してもらって、少し足の幅を、まあ、ラケット1本分ぐらいでいいですかね、ラケット1本分ぐらいを広げてもらって、土台をしっかりさせる、この状態を作ったままボールを打ちます。ボールを打っていくんですが、この状態のままこうやって打つんじゃなくて、打つ時におへそを前に向けてください。おへそを前に向けてもらうと、くるっとかかとが上に上がるんで、まあ、下半身から体を回転させる力を生むことができるんで、打つ時におへそを前に、ただ
これが早すぎたり、遅すぎたりしてしまうと、おかしいこと、バランスが崩れてしまって力がうまく伝わらないんで、おへそを回すのとボールを振っていくのをできるだけ合わせる、できるだけ合わせる。早すぎても遅れてしまうし、遅すぎてもちょっとこうぎこちない動きになってしまう。できるだけ体を回す、おへそを、前に向けるのと合わせてスイングできる。当たってからはできるだけ前に大きくスイングしていけるように、前に大きくスイングして、もうここまでいかへんってなったら、ラケットのフレームの上の部分が背中につくまで折りたたんでいくようなイメージでお願いします。 OK です。テイクバック、おへそを回す、おへそを、打ちたい方向に、今はストレートなんでストレートの方向におへそをずっと向けてもらったらいいかなって思います。はい、次は足と上半身の動きを両方言ったんですが、練習方法として、両手バックハンドっていうのは左手の、フォアハンドの意識が非常に強い、左手の意識が非常に強いんで、右手でこう打つんじゃなくて左手の意識でボールをぐーっと捉えていくイメージでやってもらいたいんで、ちょっと左手をさっきの両手バックハンドの握り方のまま短く持っといてもらっていいんで、このまま左手でボールを打つ。足の動かし方、体の動かし方一緒です。後ろに紐がぐーっと引っ付けられて後ろに引きます。インパクトの面も前の足の延長で OK。前の足の延長で、ラケットのフレームの上の部分が背中につくまでスイング、ここは一緒です。おへそを前向けるのも一緒です。ちょっとやってきてください。左手でボールを打つ。これはできるだけボールを遠くに飛ばしてください。手で思い切って飛ばそうとしてしまうと、意外とボールって下飛んでしまうんで、ラケットがこう伏せてしまって、そうじゃなく力でリラックスして、できるだけ体を大きく使ってボールをアウトするぐらい飛ばしてみてください。で、この時に大事になってくるのが、スイングがちっちゃくな、力が入ってしまってスイングがちっちゃくなってしまうと、どうしてもボールが飛ばない、もうやっぱりネットしてしまうんで、ラケットがこう伏せてしまうんで、背中までスイングできなくなってしまうんで、背中までスイングするイメージを持つために、肘が打ちたい方向、今ストレートなんで、ストレートの方向に向く、肘の先がストレートに向くまでスイングしてみてください。例えばスイングがちっちゃくなってしまってる場合だと、肘がこういう風に下向いてしまってるんで、体を回しすぎてしまってると肘が向こうを向いてしまったりと、おかしい方向に向いてしまうんで、打ちたい方向に肘を向けていくようにしてみてください。今やったストレートなんで、ストレートの方向に肘を向ける。打ちたい方向に肘が向くまでスイング。この状態のまま、さっきの右手を包丁握り、包丁握りで持ってもらって合わせる。このまま、左手の肘が向こうを向く、打ちたい方向を向くのは一緒です。で、これも最初は、力を抜いてもらって、体を大きく使ってアウトするぐらい打ってみてください。最初はアウトするような気持ちで打ってもらったら OK です。そこから徐々に力加減をしていって、コートに収めていく練習をしてみてください。ラストです。はい、力加減って非常に大事になってくるんで、全部重くし振るとか抑えてこう当てるだけとかになるんじゃなくて、しっかりスイングする中でちょっと力加減っていうのをちょっと球数を打って、覚えてもらったらいいかなって思います。はい、では、両手バックハンド、今、説明したことをちょっとおさらいしながらボール打っていきたいと思います。まずはラケットの先に紐がくっついてるのと、後ろにグッと引っ張られてます。引っ張られてるイメージでグッとテイクバックラケットを引いていきます。あんまりこう低かったり高かったりしないように、ボールの高さぐらいでいいです。ボールの高さぐらいに、引いてもらう。そこから当たるところは前の足の延長なんで、前の足の延長になってくるんで、そこまでは自分でちょっとこう
足を動かしながら、細かく動かしながら微調整してください。ボールの場所、距離に関しては。いきます。いく、前の足を捉える、外からぐーっと大きくできるだけ前に押してください。前に押すときは左手でボールを押すような感じで押していってください。これが押せてない、押すよりも弾くイメージになってしまうとスイングはどうしてもちっちゃくなってしまうんで、こういうふうにラケットを、まあ、こねてしまうっていうんですが、こねてしまう原因になります。なんでそれをなくすために肘を打ちたい方向に向くまでスイングしてみてください。肘が打ちたい方向に向くまでスイング、ぐーっと大きくスイングしていくと自然とおへそが前に向いてくるんで、体を大きく使いながら打ちたい方向におへそを向けていく。このタイミング、打つタイミングとおへそを前に向けるタイミングをちょっと合わせながら、やってもらったらいいかなと思います。あと3球ぐらいします。お願いします。はい、皆さんもちょっと頑張ってみてください。新しく始めるのは難しいですが、いっぱい練習して、こう理にかなったことを練習してもらうと、どんどん上達早くなっていくと思うので、頑張ってください。